皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマはお金の節約のために時間を浪費しないということについてお伝えしていきたいと思います。開業当初はですね、結構お金ないですよ。はい、お金ないんです。だから例えば集客とかいろいろなものをするにしてもですね、無料集客っていうものから、選んでやっていくことが多いんで、それが SNS 集客であったりとかですね、初期費用があまりかからないもので、コミュニケーションを取りながら集客をしていきましょうっていうことを、大体お伝えしてます。開業当初はお金がないからです。はい、でそうするとお金がない場合には何をすることになるかっていうと、時間を使うことになります。で時間を使ってもいいんです。開業当初はまだお客さんが来てないからです。本レッスンとかが開講できていないという状態であれば、とにかくお客様に知ってもらって来てもらうということが優先になるので、その段においては無料集客とか、そういったものは全然使っていって構わないし、むしろそこで体を使って集客を覚えるっていうのは非常に大事なことなので、その順序で全然問題ないと思います。で途中で考え方を変えなくてはいけない時期に入ってくる時があります。でそれがですね、売上も上がってきて生徒さんも多く入ってきて、で、講座もね順調に売れていてっていう時になってきた時に、 SNS 集客はもちろん大事なんですけれども、そのツールの方ですね、例えば LINE とかも、無料でできる LINE で済んでるうちはもちろんそれで構わないんですけれども、有料プランというのが5000円と1個上がね5000円税別ですけどね、ある上がるプランで、もうちょっと機能が増えたり配信できる通数が増えたりとかっていう状態があるんですよ。でこの時に月々の5000円を惜しむ方とかねいらっしゃるんですよね。でそれを惜しんで、で上限の通数、要はメッセージを出せる通数が少ない状態で運営ができてて制約率が変わらなければいいんですけれども、人数が増えているからそのある程度一定の間隔でメッセージを出そうと思うと、当然有料プランじゃないとダメになってくる時期あるんですよ。ここでなんとか無料にしがみつこうとしてやろうとするとかえってその先が伸びなくなる例ですね。サブスクリプションは選ばないとどんどん毎月お金減ってっちゃうんですけれども、その時の自分にとってどのサブスクリプションが必要かっていうことにおいては、そこはねあんまり惜しんではいけない。要はそれを無料でやり続けることによって出るデメリットが出てきてしまう時期には、自分の上考え直さないといけない時期があるんですよ。で以前にですね、アメブロで広告を出す出さないで1000円かかるかからないっていうのがねあるプランがあった時に、1000円払うのもったいないから私そのプラン入りませんって言ってて、アメブロでしか集客してない方いらっしゃったんですけど、その方にはですね、やっぱり綺麗なサイト、見やすい動線設計っていうことを考えると広告やっぱり邪魔なんですよ。でそれは毎月の1000円を惜しむことによって、広告によって他のページに飛ばされちゃったり連れて行かれちゃったりすることを考えると、もしかしたら制約するかもしれない人を逃してしまっている確率が高いことになっちゃうので、そのロスを1ヶ月やり続けることと1000円払うこととどっちがいいのかっていう計算しなきゃいけない時期がある。そうするとアメブロ1本でしかやってない人はどう考えても他に連れて行かれるリスク減らした方がいいので、1000円払ってでも広告を外した方がいいとかね、そういう計算になっていくので、サブスクリプションも結構払ってますよ、私も1ヶ月。それは必要な機能を必要なように使いたいから、アドビのフォトショップのね毎月のプランとか、ビメオっていう動画をストックしておくページの分のプランとか、いろいろあるんです。で皆さんがそれが事業にとってその毎月それを払ってもそれ以上の集客がしやすい毎月っていうのが見えてる時には払うべきだと思うんですよね。で同様に
誰かプロフェッショナルな人を使うことによって自分の時間が節約できて制約率が高いページを作ることができるんだったら、仮に自分がその作業をすることができても人に頼んだ方がいいとか、あとは例えば事務作業とか、まあ、私は経理があまり入力作業が好きではないので、まあ、そこをお願いするタイプなんですけれども、その方が早くって自分が苦手だな、あんまり嫌だなっていう生産性が悪い時間がかかってしまうことを喜んでやってくださる方がいらっしゃるんだったら、バーターでお金を払っても全然問題なくって、そこの分また稼げばいいっていう考え方に至ります。ですからお金を節約するために無駄な時間とか苦手なことにかける時間がかえって浪費になってしまうんですね。その考え方をある程度売り上げが立ってきたら考えるっていう転換点に来る時もありますので、ぜひその観点は持っていただけたらいいかなというふうに思います。それでは